はいおはようございます。えっ、ー、と、今日で、今日で149で、今日が27、27かな ?27 ですね。ちょっと間空きましたね。149ですね。149とも、も2月も後半ですね。149回目の花束です。ちゃんです始めたいと思います。で、まずはこちらですね。 緑園店開催中です今日店主がいますね店主おはようございます今日,は日向店の営業日なので、えー、宮崎店の緑園店は今日はお休みと。で、えーと、もう明日ですね。明日が最終日ですね。宮崎店は。もう明日までということです。宮崎市内近辺でまだお越しいただけてない方、ご都合良い方はぜひ明日。 えと時間が10時半から15時と。明日はちょっと最終日片付けがあるので14<あ>時まで,で14時までということですね。はい、はい、よろしくお願いします。<laughs> であさってからが明後日ななあさってじゃないなあさって金曜からですね金準備があるんで金曜からがこれですね日向店3月1日からですねで、えー、と3月の16ということですねよろしくお願いします。はい えっとで今月のおすすめ生地が馬と鳥とキカキカですねこちら2つご紹介してますよろしくお願いしますこちらダブルガーゼねこっちはハーフリネンキャンスでしたねよろしくお願いしますえー、っとでさしこですねさしこいきましょう動画をご紹介するものはなかったかないいですね はい、でコメントいただいてますがちょっと待ってくださいね指しますねはいえー、っと指しましょう、えー、っと鈴さんからコメント頂い,いてます鈴さんおはようございます差し子ちゃん店主さんおはようございますおはようございますえっと東京に近い神奈川の我が家ね神奈川の方なんですね少し前はえー、っと初夏と思わせるようなす 暑い日がありましたが、えー、暑い日がありましたが水曜あたりから真冬に戻りましたと、うん、これも先週の話ですね真冬に戻りましたね3日前って書いてあるんでねで昨日はこちらも雪がちらつきましたよとあ神奈川の方でも雪がちらついたということですねで水曜日は娘の参観授業参観がありましたとねで2年生で頑張った ことの発表でなっ娘は絵を頑張ったとい,うと,いうこと,ということで描いた絵を見せてしっかり発表することができました、うん、とで習い事の話に戻ってしまうのですがその絵急に,私急に私絵を習ってみたいと,と突然の発言に今悩んでいますと。<laughs> ね「現在は娘はバレエ英語古敵チャレンジタッチをやっていますと」と「長期休みの時には3日くらい3日ぐらいスイミングそこに絵も習いたいとどうしたものかと、ね」と「ね多分娘が一番好きなのは絵なんです」とね自主的にたくさん描いているのでそれで良いんだと勝手に思っていましたとね。 親ととしてはいいろろ悩みますともう少しそのままにしておいてまた行ってきたら本気で考えようと思いますとで妹ちゃんうちの話ですね妹ちゃんは最近折り紙が好きなのですねとね折り紙って本などの説明ではどうしてその折り方になったのクエスチョンというところがたくさんありますよねとねで YouTube の折り方動画はすごいですよねってねなんて分かりやすい のでしょう「何でも折れちゃう気がします」と「娘は YouTube を見ながら折り紙で牛乳パックを作ってそこに小さいキャンディーの折り紙をたくさん詰め込んで楽しんでました」と「ああいいですね」でさて私の花束ですがもう少しでくぐりのところまでいきますと「さしこちゃんと同じくらいのペースですね」と「引き続き楽しみますと」とだきましたありがとうございます。 す娘さんですね娘さんのなんだあ授業さんかねうちもあったんですよね授業参んかなんか似てますよね頑張ったことを発表するみたいな感じでしたよえっ、ー、とでえっ、ー、となんだ習い事ね習い事ど,どうですか店主あの今すずさんのコメント読みましたけどどうですかちょっと大きい声で言ってね一定的にね一、まあ、回なんか体験 うちも一回体験行ったよねあの絵画教室ねああ、ね、行ったね行って行かなくていいかってなりましたね<笑><笑>これならね, <laughs> ね、行かなくてもいいかなってなって行ってないねまた、ねま、その時は宮崎の方だったしねこっちの方じゃなくて宮崎市の方でまあお店のねあの宮崎店の下が絵画教室やっててそれに行ったんですよね、うん 日程的に何かをやめるか何かをやめてじゃああれが教室にするまあねいろいろこう,う環境というか家庭の事情もあるしいろいろねその生活のリズムとかもあるしもちろん娘さんのなんだろうやりたい本当にやりたいこととかね どれが一番とか,、ね、あるからまあご家庭によってねそれぞれの考え方があるからもうさせたいってなればもうさせたいだったりそのなんかこう送ったりとかね送り迎えとかあったりがあってそれでできるならもさせてもいいしちょっと難しくて無理する娘さんも多分無,無理するっていうか大変になってくるから。 させてみて大変になってから考えるでもいいしもうやる前にまあ話し合いでしょうね。<laughs> 話し合いが今も結構やってますよねバレー英語古典これがその一週間チャレンジまチャレンジタッチは家だろうけど家の中でとかどのぐらいで割合で結構でもチャレンジだけでもね大変。うでもね。 でもこうやって僕思ったのはあのー、悩んでますって思って結構事細かく書いてくださってるから本当に悩んでるのかなと僕は僕は思ったんですよね,ね悩んでるなりにこ,うこと細かく書いてくださったんでまあ僕が僕のお子さんじゃないんだけど <laughs> 僕の考えを言うとまああのー。 の娘と一緒ですねどれが一番したいかをこう考えさせるというかねあと親の目から見てどれが一番真剣にとかこうやりたいのかってでも絵なんですよねそれはね。だから天主が言うように体験があれば体験させてみてもでもいいしあとはこう何でもかんでもできないんだよっていうのを教えることも大事かなっていうのはありますね。あの あとそのお金のこともうちは言ったんですよねお金がこれだけかかってこんだけかかるんだよってまあ経済的な事情もねあるからまそれをねうちだったらそのうちの子本好きなんで本だったらこの毎月のこれだけで本これだけ買えるよとかでその好きなことに置き換えて好きなことだったらこれがこれだけできるよどっちがいいとかねいろいろ。 最終的にどうねお子さんが考えたり、まあ、あと親が考えるかかなと思いますねただもううちうちの経済的な話で言うともうこんだけはさせれない <laughs> こんだけはこんなにもさせれないですねうもうびっくりしたなと思ってもうすごいしてる <laughs> で娘さんも大変あなんかちょっと待ってなんかちょっと待って泣かうんなんだこれ ちょっと引っ張る方いちょっと待ってくださいねかここが、ここがボソボソなってるな。ああーキランと,キランと <laughs> あ、なにこれいや、これはこっちだようん,ん今これをあ長く取りすぎて、もうバサバサだねバサバサ <laughs> 人が…あ、あここそう、大丈夫 ちょっとバサバサあら初めてなった<ー>初めてなったけどそこそこアドバイスくれんときれいにとか言われても <laughs> これでいいのこのままで大丈夫,、うん、大丈夫もうちょいやけどねもう,もうここまでだけど <laughs> 全然アドバイスが。 すみません。ウマリソ長く取りすぎると、糸がもう糸がバサバサになる。あそうそういうこともあるんですね。頑張ります。で、えっ、ー、とスーさんの話に戻ると、まあ話し合いかなって思いますね。話し合いだったり、か考え、まあいい機会かもしれないですね。一緒に親子で考える今このやってるものに対してどうとか楽しいとか続けれそうとか。 で優先順位をつけさせることとも大事かと思いますねやってることの優先順位あのどれが好きとかねそこも大事かただこうあの流れで流れで惰性になりつつあるというかそのうちもそうだったんですよね最初そのピアノはさせたいだしやりたいだしで最初はいいんだけどそのままこう目的がねこうなんでやってんだっけみたいなところを にもやっっっぱなてていてでそれでいろいろ話しする機会も結構作ったんですよね。でそれを何度も経て上の子の様子を見てるとやっぱりそこそうでもないっていうのが見えてきたんでちゃんと一応説明してやめようかっていう話になったんですよね。それでもやりたいのかっていう感じじゃなかったねうちの子はね。 それでもやりたいならねもう自分からどんどんやるんだろうけどやっぱこう自分からやろうとしないとかやっぱ言われてあそうだったみたいなまあ難しいんでしょうけどねまだちっちゃいからねあんまりこうなんだろう自分たちがこうピアまあ先生はちょっとやってたんだろうけどやってきたあれじゃないからねこうそんなにこうスパルタな感じにもならない <laughs> そこまでこう ね、なんかこうどっかを目指音大を目指してますみたいな感じでもないからまあそれよりもこう興味があるものをね見出してやったらいいかなと絵画はでもあれですよねあのうちもしてないけどう,うちで家でできるかなって思ったんですよね <laughs> この感じ絵画教室にもよるんですけどね。ああとはまあ 何回か言いますけど親がどれだけこうその寄り添えるかっていうところもあるんですよね。ねそうり寄り添えるかだしもう本当に言ってしまうともうそのその時間を預けてねるっていう感じなんで見えないんですよねその <laughs> 様子がね見えないよね先生と教教わってる教室での 感じが見えないから親がなんかこう親は親でお金出してそこどうなんだってね手応えが分かんないよねまあ発表会とかぐらいだよね手応えでうちの場合は発表会も親がお金出さなきゃいけないってなったから <laughs> ええってなるんですよねよまあ普通だとああ<ー>そうなんだ、うん、発表会でええー、な月謝払って いろいろやり方があるんでしょうけど、僕はもう最初、えー、発表会もお金いるんだと思って、会場,ね、会場代ね、芸者から年出しないんだなと思って、<laughs> まあちょっとずつよ例えば、あでもなんか去年もいろんな人がほなんかどっかのなんか演奏する人が来てたよね、その先生のお友達の。 うーん、そうなんだ。んうーん。だからまあ、考え方次第だと思います。鈴さんがね、悩まれているならまあ、今言ったのは本当に、本当参考の一意見として聞いてもらって、やっぱ親子で話すのが一番かなって思いますね。親子とか旦那さんとかね、と周りのやってるコーラーとかね、このお母さんとかね。 考えてみてみくださいなんか参考になればよくいいけど <laughs> 参考にならないかもしれないですねまあそういう感じですねうちが決めたのはねやるやらないよねよしじゃあ以上認証完してもてここまで裏に出る店主からはお知らせないですかえ6、ー、円店ですね六円店ですね店主からも六円店もし気になるのがあったらダイレクトメッセージで通販も通販もできるということですね <laughs> で今日はさっき撮ったんですけどガラスボタンが追加したっていうので動画撮ったんでそれも出せれたらいいなと思ってます早めに出さないとあのもう売り切れた後に出てもあれなんでねできれば今日もあ今日並ばないか明日明後日いつか明日か明日最初日ですよね宮崎県で今もう並ぶでしょ追加の分もねだからできれば今日その動画も出せるといいなと思って ます。まあ短い動画なんで、まあこれもあこんなのは追加になったんだなって思ってもらえるといいですね。はい、じゃあいいですか、電車もう,もういいですね。もうなんかもう止まって足し足し止,止まってますね。<laughs> もう少しあ、少しれた。はい、でしょで。長くて糸を取りすぎるとこうなるよっていうのが今日今日わかりました。<laughs> 初めてなったんで、まあでももうちょいだから頑張ろう。 だこだやっててもうこの辺がねあだこだやって高校に落ち着いてるからもういやいや言わないね刺すスタイルがね天使と全く違うんでね天使はもう指したい僕はもうゆっくりではいじゃあ今日は以上となりますご視聴ありがとうございましたありがとうございました